どうもこんにちは、アミくんです。イエイ、ジャパンエキスポ2016に行くためのミッション、なんとか頑張ってます。なんすけど、そのミッションの幅というかジャンルがもう広すぎてなかなか大変なんすよ。この間大変だったのは、1日笑顔で過ごすっていうか、まあ笑って過ごすみたいなのがあったんですけど、それは大変でした。まあちょっと笑顔の意味を履き違えてる感あるんですけど、なんとか無事クリアしました。そして今日のメインミッションは、うわすごいすごい、ここら辺か、そうコミケを紹介する、あと BL に興味を持つっていうね。ベーコンレタスバーガーじゃないんで、はい。ボーイズラブっていうことですよね。まあちょっとね、僕どこまで関心持ってるかちょっとわかんないんですけど、とりあえず今回はコミケということでニュース形式でお伝えしたいと思います。どうもこんにちは、うみくんニュースの時間です。私ニュースキャスターのうみくんが2015年東京で行われたコミックマーケットについて紹介したいと思います。そもそもコミックマーケットの第1回が行われたのは1975年のことです。なので今回はめでたくも40周年ということになります。1975年の第1回のコミックマーケット、その当時参加者は700人ほどでした。しかし現在では3日間を通して50万人を超えるほどの来客者が来ております。すごいですよね。このように最寄りの駅から会場まで人がたーくさんたーくさんたーくさんいます。会場以外にも面白い楽しい見どころがたくさんあります。コスプレエリアにはコスプレをしに来る人、撮影をしに来る人、それらを見に来て楽しむ人、たくさんの人が集まっています。この日うみくんも企業ブースでトークショーをした模様です。盛り上がってるかい？2階席！3階席！ありがとう！それでは最後聞いてくれ！オープニングソングで I am just feeling alive です！テンションが上がってきたのでしょうか、アカペラで歌い始めました。クリア！たくさんの人がたくさんの目的を持って集まるコミックマーケット、これでうみくんが BL に興味を持てたかどうかは分かりませんが、彼はひとまずミッションクリアできていると思っているみたいです。以上コミックマーケットについてでした。
はい、ということでなんとかミッションクリアできたんじゃないでしょうか。ということで頑張っていきます。皆さんも今年もよろしくお願いします。じゃあね、グッバイ、ジャンプ。